それでさ、その時ののび太の顔は傑作でさ、その話はもういいよ。でも楽しかったわ。少しスリルが足りなかったけどね。そうだ、綺麗だろう。ああ、勝手に持って帰ったらダメなんだよ。わっわっ、一つぐらい。変わった部屋ですね。おお、これは謎がありそうですね。